でもあれですね、思ったほど、はい、なんていうんですか、こう FF とのその違い、はい、ちょっと今瞬間的だけだったんですけど、はい、そんなでも FF が悪いかって言ったらそうでもない気がするんですけど。そうですね、まあ、悪くはないんですけど、やっぱり、踏み込んだ時とか、はいはいはい、あと高速道路に乗った時っていうのが、あー、なるほど、やっぱり違いが出てきますね。あー、そうなんですね、はい、こういうやっぱり普通の街乗りっていうところでは、はいはいはい、あまり違いっていうのはないと思うんですけど。ああ、そうなんですね。はい。ああ、なるほどね。今、エコモードで走らせて。あ、そっか、エコモードなんですね。なるほど。ドライブモードをチェンジしていただくと。ああ。これでノーマルになります。なるほど。ちょっとすいません。はい。ああ、なるほど。はい。やっぱりこう、後ろの押し出し感っていうのが、割とこう、はい、まあ、強力ということではないですけど、右で大丈夫ですか？はい。はい、まあ、マイルドにこう後ろがこう押し出してくれる感じっていうのはやっぱありますよね。そうですね。これは全部ついてるものなんですか？アドバンストパークとかも全部ついちゃってる仕様のものなんですか？ついちゃってる。ブラインドスポットもちゃんとついてるんですね。はい、ついてるんですよ。じゃあこれ一番高いモデルの車に。そうです。あ、そうですか。多分ほぼ全部ついてるので、やっぱりストヨタ天皇は試乗車なんですね。そうですね。やっぱりこう至れり尽くせりというか。まあそこはでもやっぱ強みですよね。はい。ああ、なるほど。あ、確かにちょっとパーシャルでこう少しこう踏み込んだだけでも、はい、スーッとエンジンの、まあ、エンジンもそんなに回らなくて、はい、スーッとこう、加速している感じっていうのは、結構やっぱ感じますよね。そうですね。まあ、車にやっぱお詳しい方っていう方だと、はいはい、ノーマルじゃないですか、エコモードだと、ちょっと滑ってる感じがあるっていうふうに言われて、はい、やっぱりノーマルスポーツモードだと、なるほど、はい、結構、しっかり噛んでくれるね、みたいな形で言う方はやっぱ多いですね。はいはいはい、ああ、そうですか。なるほど。やっぱそこは音とのあれですかね、こう。なんて言うんだろう、どうしてもパワーがないとエンジン回転が上がるじゃないですか、はい、どうしてもこう発電しようとするから、ね、モーターに出力を送らなきゃっていう、はい、あ、だけどなかなかこう前に進んでないみたいな感じになっちゃうってことなんでしょうかね。そうですね。あ、なるほど。あ、結構変わるんですね。あ、なるほど。結構このモードであれなんですね、変わるんですね。変わりますね。FF だとその辺がなかなか感じにくいところもあったけど、はい、でもやっぱり E4 になるとこのドライブモードによって大きく、まあ、結構変わる二面性というのが結構あるかもしれないですね、はい、今までのノアボクシーとかだとここまでの差っていうのがなかったので、あ、ドライブモードのチェンジっていうのはあったとは思うんですけど、そこでの差っていうのが今回、はいはいはい、なるほどね。違いがついたのかなとは思います。やっぱりあれですか、そのトヨタさんの視点で見たときに、はい、今回のノアボクシーっていうのはもう2世代ぐらいやっぱ進んでるっていうのはものすごく感じます。感じます。このサイズで、はい、まあ今までだと本当に手に取りやすい、そうですね、サイズで、はいはい、まあお手頃な価格でというものになってたんですけど、今回このノアボクシーが出たことで、はい、少し金額帯も上がって、で手に取るお客さんっていうのも変わってきて、かなり金額的にはアルワードを買おうかどうかってやっぱりな、SC パッケージとそんなに変わんない価格帯ですもんね。はい、で場合によってはあれですよね、値引きとか考えると、はい、SC の方が安かったりする可能性もあるんですよね。なくはないです。本当に SC だと、車両本体が400ちょっと、430、40ぐらいで、そうですよね。でまあこのノアボクシーの SZ ってなると、はい、全ていろいろつけてしまうと500近くはなってしまうので、そうですよね、はい、それ考えると、まあアルファードの SC でも、ま、悪くはないんじゃないかなと思います。そうですよね、はい、まあ、ついてる装備とか機構とかはやっぱりちょっと古くなっちゃうけども、はい、でも車の車格としてはこうワンランク高いところにやっぱりありますもんね、はい、確かにな。でもこの装備でやっぱりあれですよね、アルベルトってなっちゃうと今度エグゼクティブラウンジとかなっちゃいますよね。そうです。あ、なるほど。
でもやっぱこう新しさっていうのはかなりやっぱり重要というか大事ですよね、はい、こう走らせるっていう意味においてもそうですけど、はい、信号で右手お願いします、はいはいはい、でもあれですか、このやっぱりこうエコモードで走らせようとして、はい、できるだけその燃費を上げようっていうふうに走らせてることが僕結構多いんですけど、はい、結構パワーモードに入りやすいんですかね。そうですね、割となんかこう坂道なんか特に顕著に出てくると思うんですけど、はい、割とこう、まあ、ちょっとこう 軽く踏むんですけど、はい、やっぱりどうしてもこうパワーエコからこうパワーに振り切っちゃう感じが、うんうん、やっぱりちょっとあるなっていう感じが少し、はい、うん、するんですけど、そうですね、やっぱ一般的なお客さんってどうなんですかね、やっぱパワーモードにある程度こう入って運転されてる方の方が多いのか、はい、やっぱりこうエコである程度こういった EV 走行をしてる頻度の方が多いのかっていうと、使い勝手としては どっちの方がこう頻度として多い傾向だったりするんですかね。でもエコモードの方がやっぱり多いとは思います。あ、まあ、お客さんの中でこういうハイブリッドのやっぱ車乗ると燃費を気にするお客さんっていうのが多いので、まあ、私もそうですけどね、はい、あんまりこうパワーがあるからって踏んだりとかってあんまりしないんで、で多分音が大きくなっちゃうっていうのもあるし、はい、エンジンがやっぱりこう稼働しちゃうからどうしてもこう振動を伴いやすくなるっていうのもやっぱりありますもんね。はい、ああ、そうですよね。こういったやっぱフィールがやっぱりね、あの醍醐味だったりしますよね。はい、全くこう振動がないままこうスッと発進していく、そうですね、この質感みたいなものは。はい、お願いします。ちょっと短くはなってしまう。あ、いい、全然大丈夫です。そうするとやっぱりこう1給油でやっぱりそのリッター1000、はい、あの1給油で、はい、航続可能距離が1000キロ超えるっていうのは、はい、結構ノアボクシーだとどうなんですかね、きついんですかね。まあちょっと難しいかもしれないんですけど、900ぐらいは走るっていうふうには言われてます。1000いかないんですかね。だってあの WLTC で22キロで、これは20、はい、E4 だと21ですけど、はい、でも単純計算50リッタータンクで換算したって、はい、1000キロ超えるじゃないですか、はい、実際はそうじゃないんですか。そうですね、やっぱり WLT モード、 WLTC モードですね、はい、WLTC モードで、はい、計算してるのって、うん、まあ街乗り、うん、郊外、そうですね、高速っていうふうに分けてるじゃないですか、あれっていうのは、やっぱり障害物が少ない、ある程度仮定したところで、走らせて計測しているものなので、まあ、メーカーが定めるね、あの走行モードですからね、はい、ですので、あれが一概に確実ってわけではないんですよ。カタログ値だいたい、でもカタログ値にだいたい合うぐらいの数値がだいたい WLTC かなっていうのが僕の経験上からはあって、はいはい、で、ああ、でも1000キロ超えないのかなってちょっとね、うん、思ってたりとかしてて、はい、そうすればトヨタのその走行モードそのものが、はい、ちょっとこう、一般の走りとは少し離れてるところがあんのかなって、はい、いう気がちょっとね、はい、まあ JC08 がもともとそうだったんで、そうですね、このように、信号だったり、はいはいはい、あと、はい、まあ渋滞だったりっていうところの、はいはい、あれを、省いてるってわけではないんですけど、うん、そうですね、はい、まあ、通常の走行速度で、はいはい、まあ、普通に走れる道っていうか、はい、その止まらずにっていうところもあると思うので、あ、そうですね、はい、長いこと巡行してるんであれば、はい、まあ、1000キロ行くか行かないかっていうのはあるかもしれないですよね。そうするとだから計算上の数字とこう合ってくるっていうことになってきますよね、はい、そうです。実際はやっぱり、うん、ワンタンクでいうと、900くらいにはなってくると思います。あ、じゃあやっぱりそうするとあれですね、シリーズパラレルよりもやっぱりシリーズハイブリッドのステップワゴンだとか、はい、セレナの E パワーの方がやっぱり燃費としては、はい、やっぱり結構有利な方向なのかもしれないですよね。そうですね、だからステップとかセレナって1000キロ超えるんですよ、はい、絶対だいたい1100キロくらいいくんですよ、ワンタンク給油でも、あのエアコンとか入れない状態ですよ、 あくまでもですね、はい、エアコン入れちゃうともう全然落ちちゃうんで、はいはい、で春とか秋口とか、はい、まだそんなにあの暑かったり寒かったりしないぐらいの時なんですけど、はいはい、そうですね、
まあでもまあ先代に比べたら全然やっぱり進歩してるというか。してますね。あ、先代のちなみにハイブリッドって、はい、ワンタンクで大体どのぐらい巡航してるもんだったんですか。まあ、すみません、あの実際のオーナーさんじゃないとなかなか難しいコメントかもしれないんですけれど。でも前のボクシーで、まあ、リッター15、実名比15ぐらいで走ってたとは思うので。あ、それハイブリッドでですか。ハイブリッドでです。あ、そうなんですか。はい。ハイブリッドってそんなもんなんですか。やっぱりうちの試乗車で、僕ノアノアのハイブリッドが置いてあったんですけど、はい、それがあの、まあ、試乗車をメインで回る。ああ、試乗車メインだとそうかもしれないですね。はい、そうですね。なるほどね。15、6ぐらいが。じゃあ、うん、ガソリンだともっと悪いかそうです、ね、ってことですよね。はい、ああ、そうなんですね。なるほどね。やはり長い距離、試乗車も長い距離を走るものではないので。そうですよね。はい、まあ、必然的にやっぱり燃費が悪く出てしまう、うん、カタログ値よりも全然落ちますよね、はい、やっぱそこはね、はい、ああ、なるほどね。そうですね。まあでも走りは本当にもうパワートレインなんかもこう、はい、まあ、非力な、まあ、出力として140しかないけど、はい、でもやっぱりこの応答性がめちゃめちゃやっぱり上がった分、はい、まあ、競合に対してもそうですけど、全然走りは良くなりましたよね。はい、あ、ちょっと一瞬踏んでもいいですか、すいません。いいですよ。あ、なるほどね、この辺のところですね。でもやっぱりこう後ろの蹴飛ばしがこう強いっていうのは、はい、やっぱりこう今までのミニバンとは全く違ったテイストがあって、はい、ミニバンってやっぱり買い物車で趣味の車じゃねえんだよっていう、その概念から少し、ね、なんかこう離れるところにありますよね。はい、なんかミニバンであっても走りが楽しいんだよっていうのがやっぱこのいい方なのかなって気がするし。これ雪道出したらめちゃめちゃ楽しそうですよね。そうですね。ちょっとやってみたいなとは思って。そうですよね。本当に。いや、むしろヤリスとか乗ってる人がね、例えばこういうのに乗り換えた時に、はい、これでも雪道楽しいぜって多分思えるかもしれないですよね。そうですね。ね、イホーがそうなんですよ。やっぱりトヨタしかない、トヨタと日産しかないんですね。はい。でもイホーってやっぱこの辺だとやっぱりあれですか、あんまりその出ないモデルだったりするんですか。そうですね、やっぱり肉で買うお客さんの方が多いですね。あ、やっぱ予算も振り切っちゃうっていうのがありますもんね、はい、そこは。そうですね。なるほどね。でもこれあれですね、 FF と同じぐらいの価格なんだったら、はい、全然僕の方が全然面白いかなって思うし、そうですね、やっぱ昼アスファルト路面とこう、はい、雪道路面とで走りのテイストがまたこう変えられるっていうのはなんか楽しみがありますよね、はい、やっぱり。 ありがとうございました。はい、大丈夫です。アドバンスドパークも試されています。あ、いいですか。どういうふうにやるんですか。僕やったことがなくて。そのまま真っ直ぐに進んでもらって、はい、そこでストップ。はい、はい、で、この P ボタン、あ、これですね、はい、するとここに今駐車しますよっていうふうに見てるので、はいはい、解消してください。あ、なるほど。そしたらブレーキ発車です。あ、なるほどですね。要はあれですよね、今まではこうセレクターでこう止まった時に、はい、例えばバックに入れないとバックしないけど、そうです、これはバックするってことですよね、はい、もうシフトチェンジも自動でやってくれるようになったので。今までだとプリウスだったりっていうところは、はいはい、自分でシフト操作しなくちゃいけなかったんですけど。ああ、そうなんですね、プリウス。そうなんですね、はい、そうなんですよ。この世代になってからですか。そうです。新型アクアが出たタイミングで、はいはいはい、こちらがシフトチェンジもしっかりやってくれるようになって。ああ、そうなんですね、はい。でこれはもう遠隔でもできるやつなんですか。遠隔でもできます。あ、これはできるタイプの、はい、あ、できる装備が入ってるんですね、はい、なるほどね。デジタルキーを持っていれば、はい、デジタルキーがないといけないんですか。そうなんですよ。ああ、じゃああれベッドで買わないといけないんですか。そうです。あ、じゃあちなみに例えばあれって例えばこう注文して買いますよね、はい、でデジタルキーいらないよってその時に言ったとするじゃないですか、はい、後で取り寄せて取り寄せて、はい、その
遠隔操作ってできるんですか？デジタルキーに関してはメーカーオプションになってしまうので。ああ、そうなんですか。注文を受けた際に、入れていただかないとできないんですよ、はい、あ、じゃああれスマホ、ごめんなさい、スマホを持ってればいいってわけじゃないんですか？そうなんですよ。そうなんですか。はい。そうなんだ。じゃあ後付けっていうのはできないんですね。そうです。あれってそういうもんなんですか。そうなんですよ。あ、じゃあ単純に普通にこのキー持ってるだけじゃダメなんですね。はい。ああ、じゃあ使うとしたら頻度としてはもう基本的にここのボタンで乗ってる時に操作するっていうことしかできないと。はい。ああ、そうなんだ。結構その辺知らない人多いですよね。多いですね。なんか後で、そうなのって言われたりしないですかね、逆に。まあ、説明はさせていただきます、ね。ああ、はい、なるほど、なるほど、なるほど。あ、そうなんですね。はい、ああ、わかりました。ありがとうございます。あ、なるほど。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、